トーマ・シゲタケは戦前の沖縄県及び琉球政府の政治家、裁判官、元那覇市長、琉球政府行政主席、フランス語に堪能な人物だった。ジャーナリストで初代那覇市長だったトーマ・シゲルマことの息子として沖縄県那覇に生まれる。沖縄県立第一中学校を経て1920年に京都帝国大学法学部を卒業。 1939年に那覇市長に選出され、戦時中は大政翼3回沖縄県支部長を務めた。沖縄戦後には一点沖縄民政府行政法務部長を歴任し、1946年には戦前の市町村長経験者を市町村長に起用する米軍の特別措置に伴い再度那覇市長に就任。その後、 琉球上訴裁判所主席判事を経て1953年に、またよし公安市長の死去に伴う那覇市長選挙に出馬し当選。首里市や五六村の合併を実現させ、非科周平主席の休止に伴い1956年に琉球政府行政主席に就任した。主席在任中は、軍用地問題の解決に奔走し、一応の解決を見る。 また当時盛り上がった沖縄人民党を中心とする民主主義擁護連絡協議会には全面対決の姿勢を見せ、自らの公認市長として当選した、瀬永亀次郎を半ば強制的に排除するなど強権的な姿勢をとった。出席辞任後はラジオ沖縄や沖縄テレビ放送の社長に就任。沖縄復帰運動には会議的な姿勢を見せ、 沖縄人の沖縄を作る会の会長を務め、かつての部下だった、先まとしカが、琉球独立党を結成するとこれを支持したりしている。実定の党が重民も貴族院議員、那覇市長を務めた。ありがとうございます。